カウシャーンビーはインド古代の都市で16大国の一つバツサ国の首都であった。現在のウッタルプラデーシュ州カウシャーンビー県にあたる。パーリ語ではコーサンビーと呼ぶ。ウダヤナ王の時代に仏陀が訪れた仏教にとって重要な地でもある。仏国記で項、渡る、大東西域記で章、渡ると記すほか、漢字表記は多様である。カウシャーンビーの位置については長らく議論があった。現状、大東西域記に、ブラヤーガから西南500里のところにあるといい、大慈恩寺三蔵法師殿では、プラヤーガから7日かかるとしている。しかし実際には、カウシャーンビーは、イラーハーバードの南西 70km ほどのヤムナー川北岸にあった。現状の記述は距離を過大に書いていたことになる。一帯は現在カウシャーンビー県と呼ばれている。1861年にアレキサンダー・カニンガムはヤムナー川の北岸の地をカウシャーンビーと同定した。1940年代から1950年代にかけて G.R. シャルマの率いるイラーハーバード大学の考古学的調査によりカウシャーンビーの跡から多数の遺物が発見され、この推定の正しさが明らかとなった。カウシャーンビーで発見された最古期の城壁は紀元前7世紀に遡ると考えられる。6世紀にエフタルのトラマーナによる侵略によって破壊されたらしい。プラーナ文献の一部はクル国のジャナメージャヤから4代目の王の時に首都のハスティナープラが洪水で被害を受けたためにカウシャーンビーに遷都したとするが、ハスティナープラとカウシャーンビーでは離れすぎている。ウダヤナ王の時代、カウシャーンビーは交通の要地であり、商業が発達していた。パーリ仏典によれば、祇園少女と同様に、裕福な商人であるゴーシタ、クックタ、パーバーリーカの3人は、暗居のための施設を作って、仏陀を招いた。現在、イラーハーバードにある、アショーカ王の石柱は、本来は、カウシャーンビーに建てられていたものと伝えられる。碑文には、コーサンビーの体幹に当てて、山河を分裂させるものを罰するという内容が書かれている。現状はカウシャーンビーで、ウダヤナ王が刻んだと伝えられる、千段の木を刻んで作った仏像を見ている。またゴーシラの家の跡があることも伝えている。ありがとうございます。